れは姫武蔵くん。くそ、ウォッカメ、姫をどうするつもりだ。
ましょう。いよいよこれで最後だな。どんな力が手に入るのか楽しみだぜ。おっと、そこまでぞな、もし。この可愛い子ちゃんがどうなってもいいぞな。武蔵くん、早く助けて。この人、とても臭い。おめえがテキーラか。その通り。さあ、ウォッカよ、あのチビからレイガンドを奪うぞな、もし。何をボサッとしてるぞな。さっさとわしのレイガンドを奪うぞな。気楽なものだな。あんたはそうして命令したり、気に食わないことに文句だけ言ってりゃいいんだ。楽なもんさ。あんたの気まぐれで一体どれだけの人が犠牲になったと思う。わかるわけがない。そんなことこれっぽっちも考えたことはないだろうからな。俺はもうあんたに従う気はねえ。勝手にやらせてもらう。その機会をずっと待ってたんだ。あんたに両親を殺されたあの時かな。何を言っているウォッカ。わしはお前の両親を殺した覚えなどないぞな。これを見てもそう言えるか。ジャン。その帽子は、まさか。さすがのあんたも思い出したようだな。そりゃそうだ、あんたが殺したルコアール皇帝の帽子だからな。俺の親父の形見ってわけさ。お前が皇帝の息子だったとはな。あの時一緒に死んだとばかり思っていたぞな。しかしな、ウォッカ、あれは事故であって、決してわしが悪いわけでは。あれが事故だったと笑わせるな。俺は見ていたんだ。貴様がジャン、危ない。パパ、大丈夫だっぺか？おお、我が息子よ、よくやったぞな、もし。さて、ムサシとやら、そろそろレイガンドをいただくとしようか。ムサシ君、私死にたくない。ダメだ、ムサシ君、あんな奴に渡してはならん。すまねえ、ジャン、オイラ何が何だか分かんなくなっちまった。でも安心してくれ、オイラテキーラなんかの思うようにさせるつもりはねえから。これさえ手に入れば世界はわしのもんぞな。こんなジャジャ馬はもう用なしぞな、もし。姫、大丈夫か？ありがとう、武蔵くん。私なら平気よ。でも、このままじゃ世界がテキーラの思うがままになってしまうんじゃ。そうかもしれねえな。いよいよ歴史的瞬間ぞな。わしとしたことがちょっぴり緊張してるぞな、もし。さあ、伝説の剣レイガンドよ、我に無限の力を与えたまえ。
が闇の魔人か。さすがに強そうぞな。そうだな、まずそこの目障りなゴミどもを始末してもらおうぞな。もし覚悟するぞな。うわあどぎゃっ！ふぅ、愚か者よ。やっと思いで外に出られたんだ。もう誰にも邪魔はさせない。どうしてレイガンドからあんな化け物が？やはりな。どういうことなの？かつての闇の魔人はレイガンドによって封印されたのではなく、レイガンドの中に封印されていたんだ。それじゃあ、オイラはその闇の魔人の封印を解くために頑張ってたってのか？だから英雄武蔵は紋章をクレストガーディアンに守らせていたんだ。危ない！魔人がこっちに気づいたわ。いかん、逃げるんだ武蔵君。ジャンは？俺のことはいい。そうだ、村に預けてあるレノの世話を頼むよ。武蔵君、もうダメ、早く。ジャン、畜生、オイラのせいで。気味悪いやつやっつけちゃえばいいのよ。武蔵君ならできるわ。やっばーい。とりあえずこの場は逃げた方が良さそうね。行くわよ武蔵君。うわっ、姫待ってくれよ。レイガンドが戻ってきた。どういうことだ。拙者は倒す。
決闘決闘。なんてこった、小次郎が食われちまった。それより姫は、あの化け物と小次郎の精神が融合しちまったみてえだ。となると奴の狙いはオイラ一人。心配はいらねえ、必ず奴を倒して戻ってくる。それまで姫はここで隠れてるんだ。もう誰にも捕まるんじゃねえぞ。武蔵君こそ絶対勝つのよ。物を呼び覚ますためにオイラは畜生をぶった切ってやる。Thank you.
るぜ。地獄の底までとはいかねえけどよ。わしらが悪かったよ。しかしお前が城をこんなにめちゃくちゃにするほど大暴れするとは。今度から
きちんとあなたに言ってから出かけるようにするわ。わかればいいのよ。ん？そういう意味じゃないでしょ。すまんすまん、そう怒るでない。ところで、そこのチビちゃんはどなたなのかしら。ああ、彼ね。彼は私の命の恩人なの。命の恩人？まさか、留守中に何かあったの？ううん、別に。ね、ユッケルジー。いや、そう。姫様がお暴れになった以外は、何事もなく、平穏無事な毎日でして、これが…そういうこと。じゃあ姫、こいつ返しにちょっくら出かけてくれ。わかったわ、武蔵くん。気をつけてね。それは、光の剣、レイガンド。すごい、すごすぎるわ。それに武蔵って、まさかあなた。オイラは伝説の剣豪武蔵。よろしくな、殿様。Thank you.
武蔵伝